今回のワンバイワンは文京区の匠お二方にご登場いただきます。この甲冑師というお仕事に就くきっかけは何だったんでしょうか。もともとちっちゃい時から物を作るのが好きだったの でたまたま自分の家がこういう仕事をしていると、まあ、子供の頃は父が仕事をしているところは見たことがないんですけど。そうなんですか。ね、はい、まあ、なるべくこう仕事場には入らない方がいいというふうな雰囲気があったので、はい、まあ、ただその後にこう子供用の着せ鎧、子供が着れる鎧を作ったものを見せてもらって、はい、でそれを実際に着せてもらったことがあるん でその時に、あ、自分もこういうものを作ってみたいなっていうふうに思ったのが最初でした ね。いや、よく卒園のアルバムとかに、はい、こう大人になってなりたいものという、他の男の子は大体電車の運転手とか、はい、そういうものが多かったんですけど、もうそこにちゃんと兜屋さんになりたいって書いてあったみたいなので。加藤義次さんの父親であるともみさんも平成14年に文京区技能名勝者の認定を受けています。加藤さんが手掛ける江戸甲冑は、江戸の人形師たちが伝えてきた実物さながらに作られた飾り甲冑です。現在では主に5月の節句などに使われています。お勉強とかはなさったんですか。特にはしなかったですね。ただやっぱり物を作るのは好きだったので、小中は美術はいつも成績が良かったですし、はい、で高校は、まあ、やっぱりうちの仕事って金物を扱う部分もあるので、はい、工芸高校、都立の工芸高校に入って、でそこでまあ簡単ではあるんですけど、いろいろ彫金鍛金とかっていうのを学んで、もう高校の頃にはもう仕事に向かって何かを覚えようっていう気持ちはありました。卒業後にはすぐにお父様と一緒に作り始められたんですか。2年間は午前中家で仕事をして、はい、午後は彫金の先生のところに、一応彫金の、まあ、勉強をさせてもらいに通っていました。そうですね、まあ、彫金の先生のところもそうなんですけど、はい、ああしなさいこうしなさいって教えてくれないんですよ。うちの父でもそうでしたですけど、はい、見て覚えろ。ああ、なるほど、ね、確かに口で説明されても体が覚えてないので、はい、思った通りにはいかない。だったらできる人の仕事を見てどうやってるかを体で覚えなさいっていうふうに言われてました。そうなんです ね。最初はもうとにかく何やるにしても失敗だらけです。だけど父もそれに対してまあできないものをやれと言ってるわけですから、失敗して当然なんですよ。だけどそれに対して文句を言わずに、ここはこうした方がいいとか、こうするとこうなっちゃうよとか、でそれはやっぱり一回経験して失敗してるから、あ、言われても分かるんです。それでだん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 覚えていくと。こうやって甲冑を作っている中で大切にされていることっていうのはどういったことですか。当たり前のことなんですけど、手は抜かない。やっぱり、まあ、確かに売り物を作ってはいますけど、職人っていうのは品物を売るんではなくて自分の技術を売るものだと思ってるので、だそこはやっぱり自分が持ってるものは全てそこに注ぎ込むようには常にしてます。やっぱり息子の人生は息子の人生なので、やっぱり仕事というのは一生続けていかなきゃいけないことなの で自分が選んだものでなければ多分途中で挫折しちゃうだろうし、やってて楽しくないと思ったので、うん、自分が継ぎたいと思うんだったらやってもいいよ、それは自分で選びなさいって、ね、でまあ最終的に、まあ、継いでくれるということを選んでくれたので、まあ、一安心ですけどいいものは作り続けていきたい。やっぱり買ってくださる方がやっぱり自分の子供さんであったりお孫さんの健康を願って買っていただけるわけですから、その人たちの気持ちには応えられるようなものは作っていきたいっていうのもありますし、
あとはやっぱり時代によって変わってくるものに関してもやっぱり考えていかなければいけないのかなっていうところもありますね。小さい時からものづくりとかには興味があったんです。そうですね、なんかこま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 作るのが好きだったんですね。なのであと光ってるものとか女の子好きじゃないですか、はい、単純にそれだけの理由でやってみようかなっていうのと、まあ家がうちはみんな金沢なんですね。で父だけが東京に出てきてあとみんな金沢にいるので、はい、向こうの人たちはやっぱりこう加賀の伝統工芸に携わってる人が多いんですね。なんとなく血筋かなっていう、うん、あの学校で学ばれた後は一般的に就職っていう感じであの企業さんに入って、ね、私が入ったところは磨きと、まあ、ろう付けとかもするんですけど一から物を作るっていうことをあまりしてなかったので、ね、ちょっとそこで一回立ち止まって、ね、やっぱり一から作る方向に行きたいって言ってまた違うところに移動して、ね、作りました、うん、自宅に工房を作り自分で一から作品作りを始めた金子さん。さまざまな経験を重ねる中ある転機が訪れます。組合の方がデパートの催事に出るからやっぱり女の子が少ないんですねこの業界。あ、そんなイメージありますね、うん、で、はい、女の子がいないからあの販売員さんでちょっと出てきてよって言われて出て行ったら催事の業界に引きずり込まれてだから作って持ってってデパートで売るまた帰ってきて作ってまたデパートに出るっていう生活ですね。職人として順調に経験を積んでいく金子さんでしたが以前耳にした祖母の言葉が頭をよぎっていました。祖母は加賀友禅の刺繍だったんですね。刺繍師さんで、ね、電話で話してた時にあの やりなさいって言われてることだけやってたらダメ、なんか自分からもこういうことができるんじゃないかこっちに持っていけるんじゃないかって努力しないと ものづくりの人間は伸びないからねって言われて日々祖母の教えを考えていた金子さんは木眼鏡という新たな技法への挑戦を始めました。どういったきっかけで始めようと思われたんですか。やっぱりデパートの催事に出てるとみんな同じになっちゃうんですね。でみんな同じ技法で人と違う区別ができるもの特徴があるものをちょっと探そうって思ったのがきっかけ で一生懸命いろいろ探してたら自分が出た学校であの木眼鏡をあの金属加工経験者だけに教えますっていう講座があったの でやってみたら意外と正確に合ってたので、うん、あやってみようかな。現在金子さんが用いている木眼鏡という技法は種類の異なる金属を複数枚重ね合わせ熱で圧着した後削り出すことによって木目のような文様を浮かび上がらせる日本発祥の金属工芸です。今後どういったことをしていきたいなっていうのは思いますか。そうですね、木眼鏡っていうものが日本の伝統のものであるっていうことはちょっとの何人かでもいいから覚えてほしいし広めてほしいしっては思ってるんですけど、そうですね、やっぱり木眼鏡をやっぱりできない金属の種類とかもまだあるしこの模様はどうやって作るんだろうっていう模様の出し方とかいっぱいまだあるんですね。そういうのをゆっくりゆっくり考えながらやっていけたらいいなっていう。で今まではたくさん作らなきゃいけなかったのでこれからは1個をちょっとゆっくり作っていきたいなっていう感じですね。